皆さんこんばんは、ジェイキーです。本日もかまいたちの夜やっていきたいと思います。そしてスンさんにも来ていただきました。はい、お邪魔します。はい、お邪魔します。というわけで、今回はね、スンさんの、はい、ナレーションベースでやっていきたいと思います。はい、階段を上がるとき、三木本さんは一瞬僕の方へ倒れかかってきた。大丈夫ですか？ごめん、ちょっとくらっときて。が、なんとか自分の足で部屋までたどり着いた。じゃ、気をつけて。あ、違う。え？あ、ミッキーなんだ今の。ミッキーだろ、気をつけるのは。三木本さんは最後にそう言って自分の部屋に入った。何に気を…あ、違う、声が出た。こういうとこ。何に気をつければいいのかよくわからなかったが、この場にはひどくふさわしい言葉のような気がした。確かにな、うん、僕は自分の部屋の扉を開けると先に彼女を通した。ジェントル。え、これ大丈夫？気まずくない？新垣結衣をベッドに座らせ、僕は向かい合うようにしてもう一つのベッドに腰をかけた。うん、どっち？え、結衣じゃない？呼び捨てにすんな。朝まで一緒に起きててくれる？あ。体は疲れ切っているのだが、そう簡単に眠れるとも思えない。沈黙が訪れた。気まずいじゃん。ペンションの夜。新垣結衣と二人きりの部屋。待ち望んだことだったはずだ。しかし、いるこれ。いやもうダメなんだよな、こういう展開。僕は黙って手を伸ばすと彼女の手を軽く握った。僕は彼女の隣に座ると肩に腕を回した。あ、どっちでもいいな。これ変わんのかな。いや同じじゃない。ねえ、こっちじゃない？そっちだよね。な、勝手に肩触っちゃダメだよ、うん、ダメだよ。隣に座るんじゃねえ。それは何、嫉妬なの？それは。結衣は僕のだ。何？え、ぽーちゃん。ぽーちゃんいた。ぽーちゃんのなんだ。A だね。ああ A だな、うん、A だよ。僕は黙って手を伸ばすと彼女の手を軽く握った。ユイじゃない？ユイかな。呼び捨てすんな。みどりさん本当に死んじゃったのかな。新垣結衣がポツリと言った。僕には何も言えなかった。明日になったらさ、全部お芝居だったんだよって、このペンションの余興なんだよって。それでみどりさんも元気に起きてきて、ねえ、そんな風にならないのかな。みどりさんは間違いなく死んでいた。それはもう動かしようのない事実だ。だが新垣結衣の言うような光景を僕も一瞬想像した。全部お芝居だったんだよって。そうだったらどんなにいいか。そうだったらどんなに。私怖いよ。僕だって。どうして人は誰かを殺したりできるの？新垣結衣はなんだか哲学的にも聞こえる素朴な疑問を発する。もちろん僕に答えられるわけもない。
葉山さんみたいな人が人を殺したなんて私には信じられない。僕もだよ。僕もなんだか信じられなくなってきた。今更僕もだよしか言ってないしな、こいつ同調しかしない。今更だな。本当？じゃああの推理はやっぱり間違ってたってことなの？いや、まだ間違ってるとは思っちゃいない。何なんだよ。でももしかすると何か大きな見落としをしているのかもしれない。もし本当に僕が間違っていて犯人が別にいたとしたら一体どうすればいいんだろう。もし犯人が別にいて、そしてまた新たな犠牲者が出たとしたら。そう考え思わず身を震わせていた。星野源、新垣結衣がつぶやいた。何？もっとそばに来て。うやめなさい、大人がそうやって若い子たちをやめなさい。僕は黙って彼女の隣に座り、肩に腕を回した。あれいいんだ。うわ、やっちゃったよ。ちょっと待って、手汗がすごい。彼女の小さな肩は小刻みに震えていた。新垣結衣だけは、新垣結衣だけはたとえ何があっても僕が守ってやる。僕はそんな気恥ずかしい誓いを立てた。本当恥ずかしいな。そして夜が明けた。ほんの少し触れ合い安心したことで身も心も疲れ切っていた僕と新垣結衣は寄り添ったままいつしか眠ってしまったようだった。と目を覚ますと、僕は一人ベッドに倒れ込んで眠っていた。夢落ち？それならいいんだけど。それならいいんだけど。それならいいんだけど。大丈夫？なんだ？腫れぼったい感じのするまぶたをこすりながら部屋を見回す。なんか窓開いてない？音的に。やばくない？それ。え？でも確かに新垣結衣の姿がない。新垣結衣？とりあえず呼んでみる。やっぱり返事はない。腕にはめたままの時計を見ると3時50分だ。あ、全然経ってないじゃん。え、大丈夫これ？なんだ？シャワーでも使っているのかと耳を澄ますが、窓越しに甲高い風のうなりが聞こえるだけだ。僕は立ち上がってドアに近寄った。やばい。開いている。ほんのわずかだがドアは確かに開いている。ガッキーが出てった？出てったパターンしかないよね。でもでもそうだよね、起きるような。さすがに連れてかれたら。お、僕は戦慄した。ぐっすり眠りこけてる間に誰かがここへ鍵を開けて入ってきたのだろうか。そして眠っている新垣結衣をそっと運び出したのだろうか。この意味がないからね。それはないよな。そんな危険じゃない、だってわざわざ。お、いや、絶対にそんなことはない。どちらの目も覚まさずそんなことができるはずがない。そうだよ、うん、それに大体そんなことをする必要がない。そうだ。新垣は何か理由があって自発的に部屋を出ていったのだ。例えば何かを取りに自分の部屋に戻った、あるいはシャワーを使いに自分の部屋に戻った。そう、起こしてはいけないと僕のことを気遣って。何にせよ彼女は今一人だ。心の中に黒い不安がこみ上げてくる。とにかく無事かどうか確かめなければ、迎えに行かなければ。みんな眠ってしまったのか廊下はしんと静まり返っている。
明かりはまだついたままだ。僕はなんとなく忍び足で新垣結衣の部屋の前までやってきた。いる？新垣結衣？ドアをノックして呼びかける。返事がない。あら。耳をドアに押し当てて中の音に耳を澄ます。やはり風の音しか聞こえない。シャワーを使っていたとしてもバスルームはドアのすぐ近くにある。何も聞こえないはずはない。僕はノブを掴んでひねってみた。開いた。あら、拍子抜けするほどあっさりとドアは開いた。やばい。あれがひい、いないのか。僕がそう呼びかけたとき、階下から悲鳴が聞こえてきた。悲鳴には本当の恐怖に直面した時の悲鳴には、それを聞いただけで人を震え上がらせる効果がある。今の悲鳴がそうだった。新垣結衣が何か恐ろしいものに直面して助けを求めている。そう分かっていても僕の足は一向に動いてくれなかった。あれほどの悲鳴を上げさせる者にはお目にかかりたくない。頑張ってよ。そんな気持ちでいっぱいだった。やばいって。これ大丈夫？やばいよ。再び彼女の悲鳴が聞こえた。死ぬんちゃうこれ。先ほどのものより弱々しい、恐怖というよりも悲しみに彩られた悲鳴だった。2階はまるで人が消えたかのように静まり返っている。悲鳴を聞きつけて誰か飛び出してきてくれないものかと期待したが、そんな気配すらない。なんで？何してんの？僕は。お、選択肢。一刻も早く新垣結衣の元へ行こうと思った。ドアを叩き回って助けを呼ぼうと思った。どっちが正しいの？私だったらね、どっちでもなくて、大声上げながら下に走っていくかな。なるほどね。自分の声で誰かを起こそうみたいなこと。そうそうそう、それはいいかもしれんね。ちょっといいかもしれん。いやでもさ、でも一人で行くのもマジでなんかやばいことになってたら危ないよ。でもあれだよね、その2回悲鳴あげるってことは、何かを見つけた時の1回の悲鳴じゃないってことだよね。本当に襲われてる時とかしか2回悲鳴あげるってことはないと思うから。そうだね、マジでやばい状況なのかもしんない。上だとあの結衣は助かるけど、周りの人のアリバイが分かんないよね。そっか、誰が襲ったのかとか。はい。下だとこのいろんな人を連れていけるから、犯人は分かるかもしんないけど、結衣が死ぬ可能性がある。うわどっち？いや、現だったら結衣を優先すると思うけど。そうだよね。でも希望は B なんだよな。いや、現の気持ちに寄り添うか。そうだな、楽器だけは守るって言ってたもんな。行くか。行こう。楽器助かるならいいよ。一刻も早く新垣結衣の元へ行こうと思った。勇気を奮い起こして階段へ向かう。この階段こんなに音がしただろうか。何ゆっくり踏みしめながら降りようとしてんの。音出してるもんなこいつが。
むしろさ、おっきい音立てながら、うんうん、行った方がいい気がすんだけどな。威嚇驚くほど岸向階段を恐る恐る降りていく。談話室には誰もいない。玄関に出て乾燥室の方を覗き、僕は一瞬心臓が止まったかと思った。止まってるよ。じゃあ、あ、開いてる。地下室の扉が開いていたのだ。やばい。マジ？どっちだ？どっちだ？次に心臓はドクドクと恐ろしいほどのスピードで打ち始めた。荒木ゆい。いった声。合ってる。喉の奥から絞り出した声は自分のものとは思えないようなかすれた声だった。葉山さんは地下室から抜け出したのだろうか。一体どうやって。それとも逆に誰かが鍵を開け中へ入ったのだろうか。だとしたら一体何のために。おその時バタバタと大きな足音が響いてきた。僕は驚いて飛び上がりそうになった。振り向くとそこには荒垣結衣がいた。あいつ配ってんね。大丈夫？大丈夫か。走ってきて急に止まろうとして転びそうになっている。足の弦。彼女は驚きと安堵の入り混じった声を上げる。荒垣、一体何があったんだ。動いた動いた。今の動きすごい怖かったんだけど。だって敵だもん今のホラーゲームの。そうだよね。動きがね。彼女は僕の問いに答えず胸に飛び込んできた。あ、怖かったね。あ、動いてる。しっかりと震えるその肩を僕は抱きしめる。どうしたんだよ、さっきの悲鳴は。荒垣結衣か。パソコン固まっちゃった。そう。ちょっと待って、ここだけか、ここだけか。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。いける、いける。いけた、いけた。すいません。オッケー。びっくりした、焦った。おじさんが、おじさんとおばさんが、あー、お、それだけでおおよその想像はついたが、僕はそれを認めたくなかった。またしても誰かが、今度は小林夫妻を襲ったとでも。そんなことのあるわけがない。罪のない人たちが次々と殺されるなんて、そんなことの許されるはずがない。まさか。小林さんたちまで。呆然と問いかける僕の胸で、荒垣は黙ったまま何度もうなずいた。一体誰が。え、もうやばくない。僕は地下室を振り返った。そうだよね、そこだよね。加山さんはどうしただろうか。もしかしたら加山さんが地下室を抜け出して小林さんたちを。おー、選択肢。あー、加山さんが地下室にいるのかどうか確認するのが先か。一刻も早く小林さんたちの様子を見に行こうと思った。いや、でも様子見に行ってももうなくなってるんだったらね。加山さんを先に見た方がいいと思うけど。うん、星尾がわざと開けておいたっていう線は私の中では濃厚だと思うから。え、じゃあトッシーのあの涙は嘘だったってこと。いや、トッシーは犯人じゃないんだよ。え、ただただ加山さんを襲おうとしてたんだけど。そういうこと。そう、なるほどね。偶然が重なって。あー、とりあえずでも映画。うちは映画いいと思う。うん、じゃあ A で。はい。僕は加山さんが地下室にいるのかどうか
確認するのが先だと思った。新垣、いいか、離れるんじゃないぞ。僕は胸元から彼女の顔を引き離し、無理やりに上を向かせてそう言った。恐怖と涙で歪んだ新垣結衣の顔。僕がじっと見つめると、やがてこくりとうなずく。僕は彼女の手を握り、地下室へと向かった。加山さん。下へ伸びる階段に向かって、僕は呼びかけた。返事はない。ゆっくりと足を下ろし、一歩ずつ階段を降りていく。後ろに回した手は、新垣結衣の手をしっかりと握ったままだ。裸電球が冷え冷えとしたワイン蔵の唯一の明かりだった。うわぁ。その明かりの下、加山さんはうつ伏せに倒れていた。マジか。うわぁ。え？顔は真横を向いていて、目はカッと見開かれている。その顔を中心として半径1メートルほどのどす黒い血だまりができていた。加山さんまで。もはや正常な思考ができる状態ではなくなっていた。もう3人一気にってことだよね。うん。バラバラ死体、姿なき襲撃者、殴り殺されたみどりさん、そして小林夫婦に加山さん。もうこれは推理だの謎解きだのと言っていられる状況ではない。どうやって朝まで生き延びるか、それを考えない限り僕や新垣結衣も殺される。そう思って行動するよりない。もういや、もういや。新垣結衣は僕にしがみついて泣き続けている。目がうつろだ。新垣、新垣、しっかりしろ。しっかりしてなきゃ俺たちも殺されるぞ。俺になった無理やって。一人称が本当だ。ちょっと男出てきた。僕が肩を掴んで揺さぶると、瞳に光が戻ってきた。さあ、とにかく上に戻ろう。何をすればいいのかわからなかったが、とにかくいつまでも死体と一緒にはいたくなかった。新垣結衣を引きずるようにして階段を上った。玄関でしばし立ち尽くし、何をするべきか考えた。小林夫妻の様子を見に行くべきか、それとも全員に、生き残っていると全員にこのことを伝えるのが先か。生きている人間の方が先だ。特に奥さんの春子さんには一刻も早く知らせてあげるべきだ。確かにな。とは言っても、もしも春子さんが犯人だとすれば、その必要すらないが。新垣結衣の手を握ったまま2階へ戻り、みんなの部屋のドアを叩いて回った。起きてください。起きてください。非常事態です。お願いです。起きてください。三木本さんや加山さんの部屋からは反応がない。え、これ全員死んでる？え？ドアの一つがそっと細めに開いた。OL 3人組の部屋だ。かなこちゃんが目だけをキョロキョロと動かせて、僕と新垣結衣を見つめている。服を着替えた様子もないから、ずっと起きていたのだろう。また何かあったの？僕が重々しくうなずいた時、春子さんがドアを開いて廊下へ出てきた。奥さん、ご主人が。僕は言いよどんだ。新垣結衣は再び泣きながら顔を背ける。
そんな僕たちの様子を見て、彼女は一瞬で事態を察したようだった。ふっと顔から血の気が引いたかと思うと、よろめいて壁に手をついた。慌てて駆け寄ろうとしたが、彼女は手でそれを制した。大丈夫、大丈夫です。それで主人はどこで？地下室です。いやー、僕が答えると、彼女は何度か深呼吸してから1階へと降りていった。旦那が死んだなどと聞いたら気絶してしまうのではないかと思っていたが、彼女は見かけよりずっとタフなのかもしれない。あのおじさんが殺されたの？かなこちゃんが声を潜めて聞く。それだけじゃありません。どうもオーナーとその奥さんも。3人も。後ろから残り2人のヒューッと息を呑む音が聞こえた。あなた方3人はずっと起きてたんでしょう。何か物音を聞き、ドアを閉められてしまった。耳を澄ますと、部屋の中から誰かの泣き声と一緒に奇妙なつぶやきが聞こえてくる。何？ああ、お祈り。天にまします我らの父よ、迷える子羊をお救いください。誰かクリスチャンがいたらしい。僕はもうドアを開けてくれと頼む気にはなれなかった。どうせこの3人の中に犯人がいるとは思えない。むしろこうやって閉じこもっていた方が彼女たちにとっては安全だろう。2階にはあと1人、三木本さんがいるはずだ。三木、なぜ出てこないのだろう。なんでだ。誰がみんなを殺したのか。そんな思いを抱きながら、僕は三木本さんの部屋の前に立った。三木本さん、三木本さん、いないんですか。さっきより強くドアを叩く。相変わらず返事はなかった。そっとノブに手をかけ、ゆっくりと回してみた。お？驚いたことに鍵はかかっておらず、ドアはあっさりと開いた。こんなことある？え、大丈夫これ。死んでない？これこれもう年老じゃんじゃん。え、そうなのかな。どこかに行っているのだろうか。そうではなかった。三木本さんはちゃんとベッドに横たわっていた。横たわっていた。え、怖いんだけど。え？やばい。こんな状況でロックもしないとは、一体どういう神経なのだろう。殺されない自信があるのか、それとも彼こそが。三木本さん、起きてください。三木本さん。僕はベッドに近づき、耳元でわめいた。しかし彼はピクリとも動かなかった。やばい。まさか。やってる。やったか。やられてる。これは荒垣結衣が絶句する。まさか死んでるんじゃん。僕も一瞬そんな考えを抱いた。あ、一瞬。一瞬ね。っていうことは。っていうことは。そんな、どっち。どっち。さっきのがでも、楽器っぽかったんだよな。楽器だったね。これ、弦。弦かな。弦かな。そんなこと、あるわけないよ。疲れてたんだよ、きっと。三木本さん、三木本さん。いや、やばい。シーツの上から恐る恐る体を揺すってみる。丸太みたいに硬直している感じだ。脈取ってみたら。バカなこと言えなよ。
あれから怪我も何もしてないのにどうして死ぬんだよ。やば。そう言いながらもシーツの上に出されてる腕をそっと掴んでみた。ああ、僕は思わず手を引っ込めた。氷のように冷え切っていたのだ。嘘でしょ。じゃあかなり時間経ってるよね。おう。だってミッキー犯人だよ。じゃあそれはうちらの勝手なやつ。そっか。もうわかんねえ。三木本さんまで殺されたのか。いや、わかんなくはないでしょ。もうだって一人しかいないじゃん。いや、わかんないじゃん。OL3 人がもう寄ってたかってボコボコにしたのかもしれない。あ、そういうこと。わかんないけど。で、まだユイの線もあるね。そう、ユイがね、第一発見者ではあるから。おう、今回ももっていうか今回はじゃあユイだ。マジ。僕は慌ててもう一度手首をつかみ直し、慎重に脈を探った。やっぱり違う。死んでるのね。新垣結衣が泣き笑いのような顔で聞く。僕は黙ってうなずくしかなかった。脈は完全に止まっていた。しばらく立ち尽くしていた。何も考えられなかった。いざ犯人と対決となった時、一番頼りにできそうだった三木本さん、その三木本さんまでが殺されてしまうとは。いや、待てよ。本当に殺されたんだろうか。三木本さんは殺されたんじゃないかもしれない。あ、違った。違う。新垣結衣が驚いたように顔を上げる。合ってたか。ん？どういうこと？あ、なるほど。そういうことか。三木本さんは頭をひどく殴られていた。もしかするとあの時脳内出血を起こしていたのかもしれない。なるほどね。そうなると時間が経つにつれて頭の中に血液が溜まって脳を圧迫することになる。放っておいたら死んでしまう。じゃあ自然死。もともとの原因は殴られたことだから殺されたことには変わりないけど、他に外傷が見当たらない以上はそう考えるしかないんじゃないかな。どっちにしても三木本さんが死んでしまったことには変わりない。ただ殺人鬼に殺されたと思うよりは怪我が原因で死んだと考えた方が気が楽だった。ねえ、星野源。あ、突然新垣結衣が驚いたように自分の口を手で押さえた。あんた、どうかした？何？三木本さんはここで死んでる。加山さんも、おじさんたちも。じゃあ、みんなを殺したのはやっぱり。まあそうだよな。星尾さんしかいないんだよな。そうだね。いや、ユイも。いや、そうなんだよ。ちょっと怪しくない？このユイ。ユイ怪しいね。ちょっと呼び捨て線で。ユイ警察がちょいちょい出てくんだよ。あんまな。犯人はやっぱり星尾さんだったのか。というところで。時間が来てしまいましたので、はい、はい、ここら辺で本日は終わりたいと思います。はい、いや、ま、だいぶ怒涛の進展がありましたね。正直一気にこんなに死ぬと思わなかったね。思わなかったね。あー、マジ何人あれん4人死んでる。4人死んだ。うん、やばっ。だから本当にあともう、ね、ここにいないのが年男と、あとあれだね、はるこさん。あ、そっか、うん、はるちゃん
はるちゃんは地下行ったんだもんね。地下行ったね。旦那の亡骸を見に。うん。であと OL3 人組とバッキーとゲン。正直さ、うん、自分は原始点だからさ、うん、あれだけど、はるちゃんは無理そうだよね。なかなか。いやでも二人死んでんだよ、同じ部屋で。おう、あれきつくない？いやでもそうしたらもうユイも必然的にダメになっちゃうから。いやユイはいけるよ。ユイはまだ若いからいける。あ、でも運動神経いいんだよねユイは。あ、そうだね、そういえばそうだよ。そうだ、ユイはなし寄りのアリぐらいの、うん、いやアリ寄りのアリじゃない。じゃあユイじゃん。じゃあユイじゃねえかよ。うん、え、ちょっと最初から怪しいとは思ってたんだけど。嘘つくなよお前。俺は次回本当に終わりを迎える可能性があるね。あ、確かにね。うん、はい、というところで、はい、終わりたいと思います。はい、この動画を気に入っていただけましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ます。ではおやすみなさい。ありがとうございます。